がある。地熱がある。地熱がある。え？し？どれ？どれどれ？ちょっとおでこ触らして。え、そこちょっと早くない？ワンエンツーエンスリーじゃないの？ワンエンツーエンスリー。ファミリービラグ。ツーエンスリー。うん。え？何？地熱がある。地熱がある。地熱がある。え？ガチ？ガチ？なんであんの？え、ちょっと行こうよ。ガチ？今日学校から帰ってきてさ、なんか具合悪そうでさ。うん。し、お熱あんの？し、どれ？どれどれ？ちょっとおでこ触らして。うん？あ、やっぱちょっと暑いね。暑いね。食欲はね、あるみたい。さっきちょっと食べてた。へぇ、バナナと。どうする？明日学校。休み？いや、そうだね。明日は休み。明日休めば土日だから、うん、その間に下がるかなと思って。うん。それで様子見るか。うん。うん、し、大丈夫？弱ってんじゃん。うん、そう、顔がね、いつもと違うんだよ。顔色っていう。うん、わかるわかる。目の感じがね。熱があるんだって。猫かしんどいんだよ、多分。あ、今日帰ってきたらもうずっと帰ってきて、うん、いや、なんかうろうろしてたんだけど、なんかいつもと違うなと思って、もうなんか眠いみたいな感じだったのよ、帰りからね、うん、ねえ、ね、お昼寝したらいいじゃんって言ってたんだけど、なんかうろうろして、なんかちょっと便秘みたいでお尻が痛いって言ってて、うん、ずっとね。で、お薬塗るって聞いたら、塗るっていうか、お薬塗ってあげて、で、椅子に座ってたら痛いじゃん。うん。だから、ゴロンってしてんなって。ゴロンってして YouTube 見てればいいじゃん。今日もう終わりだからいいよって言ったら、もうね、ちょっと1時間ちょいぐらい寝てたのよね。夕方。で、起きてきて、まだ痛いって言ってたんだけど、どうしたって言ったら、なんかもう顔色が悪くて、その時点で。で、寝てなーって言って、ずっとこんな感じ。なるほどね。で、その時は熱全然なくて、うん、ないかなーとかって思って、ちょっと疲れたからなーとかって思ってたんだけど、なんか、ずっとこうやってしてるの珍しいから、触ったら熱かったから。なるほどね。触ったらもらったのかね、それか熱中症とか、まあ、疲れが出たっていうのもある。咳とか出てないから、見え咳とか出てなくて、うん、とりあえずそのいつもみたいな食欲じゃないけど、ご飯自体は食べられるから、うん、まあ、YouTube とか見てないでさ、もう寝た方がいいよ、こんなの見てないで。痛いなもんね。なるほどね。寝てみなって言って、うん、この状態で、ね、見てね。なんか変な病気じゃなきゃいいね。うん、ね、咳とかね、うん、嘔吐とか、ね、いや、タイで初めてじゃない？ね、そうだね、うん、来て初めてだね、熱出たんで、うん、でも暑いっていうのもあるし、最近さ余計暑くなってきたじゃん、うん、暑いっていうのもあるし、多分疲れ、学校がこう始まってさ、ある程度慣れてきた
からっていうのもあるかもしれないし、うん、あと疲れてるっていうのもあるかもね。イシャンは大丈夫？俺全然大丈夫、うん、まあ、あの、あれだよね、合ってる人の量が、そうだね、うん、確かに、ね、しかも頭使ってんじゃん、やっぱシーシーはシーシーでさ、うん、ね、あの英語っていう環境の中に、新しい環境の中に、まあけど、まあ、タイは暑いから、暑いじゃない、めっちゃ暑かったね、暑かったね、めっちゃ暑かった、もうイーシャンいつも帰ってきたらさ、語学学校からもう溶けそうな顔してるもんね。今日ママたちシーローで帰ってきたから、ブイーンえ、シーロー、イーシャンもシーロー使っていいよ、もう使おうかな、じゃあ。だけどあそこからだとさ、逆にさ帰ってきづらいね、時間かかるんじゃないの。ああ、まあまあ、学校両方とも近いようで遠い、まあまあまあ、確かに確かに、ここからだと結局渡ってすぐ、そうすぐ家だし、うん、みたいな感じになっちゃうもんね、うん、微妙なね、そうそうそう、微妙な距離感だから、だったらもう変な感じしの先生に怒られる、うん、何だったら帰りになんかテキスチキンとかやって、なんか歩いて帰ってきたもんか、 HTP だよ。いいじゃん、一人でお買い物とか一人でご飯食べ行ったりとか楽しそうじゃん。そう、あのいつもね、テキサスチキン寄るんだよ、でアイス買うんだよ、そう、ね、10バーツのね、そう10バーツのめっちゃ安いアイスでうまいので、それ語学学校行く時の帰りにいつも買うんだけど、もうあのなんかお店の人に認知されてる覚えられそう、ああテキサスチキンの人にこいつアイスやろみたいなもっと金使えよって10バーツじゃなくて、フレンチフライもたまに頼む、ああえ、お店店内で食べたことある、店内で食べたことある、ああそうなんだ、どんな店内はいいの、結構そうだ、ね、マックみたいな感じ、マックみたいな感じ、上どうなってる、上は行ったことない、行ったことないな、上行ってみてよ今度、なんか下はさ、カウンターの向かいにさ、うん、ね、一人用の席がある、上あるよあるよある、一緒に行った時に登ってった学生がいてって聞いたから、病気の顔してんね、シーシー、そりゃそうやね、早く元気になればいい、シーシー、星の光にさ、お薬飲む、顔色悪いね、顔色悪い、お薬飲むほどじゃないんだよな、